さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあただいま私は丸沼高原スキー場バイオレットコース、もちろん座ってるので端っこにいますよ、大丈夫ですよ。でこれからちょっとこの番見てみてください。バイオレットコースちょっとカービングして滑ってみたいと思います。では行ってみますね。ちょうどいいですね、オンステージが出来上がります。サイズの丸の高原バイオレットコース、ちょっとミドルターンぐらいのサイズで、今のはこうエッチングしていい雪面なので、このグーンっていう雪面抵抗、ノーズのしなり、それで曲がってる、そんな感じのカービングでした。次ちょっと滑り変えてみますね。さあ皆さんお疲れ様でした。本日も丸沼滑ってまいりました。今日はカービング、サイズでいうとミドルターンぐらいですかね、の中でもこう板立ててエッチングして雪面抵抗で、そしてノーズのしなりで曲がるっていう感じと、あとは板立ててこのサイドカーブをうまく使って遠心力を生み出しながら、ターンする、そんな方法と、ちょっとシャドウも、前半の方はちょっとシャドウがあって、後半の方は少し緩斜面になるので遠心力も利用しながらみたいな感じで、滑りの技術をちょっと変えて滑ってみました。後半の遠心力を使ってみたいなところが僕の中では結構面白く、去年ぐらいから取り組んでる部分ですので、ぜひぜひ興味のある方はキャンプとかにもいらしてください。さあスノーボード12月まだまだ始まったばかりですね。テンション上げていきましょう。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。